予想 TV の皆さん、こんにちは。大阪サンス渡辺です。鈴木です。今日は産経大阪杯の追い切りについて話したいと思います。まずは、そうですね、エピファンエリアからなんですね。まあ、今日福永騎手が乗って、シールドコースで、追い切りました。まあ、単走でね、馬なりということで軽めだったんですけども、まあ、やればやるほどね、まあ、しっかり動く馬ですし、まあ、この馬なりでもね、ラスト1波論11秒8と、まあ、しっかり動けていました。まあ、菊花賞以来ということでね、仕上がり具合がちょっと気になるところだと思うんですけども、まあ、この次はね、香港遠征もあって、住調教師の方は香港の方ではね、馬を仕上げるのが難しいということで、国内でね、仕上げてから行く方がベストというふうに語っているので、今回はね、国内でこの、しっかりね、3月3、13日に帰球してしっかりね、ここを目標に仕上げてきたので、状態面は不安ないと思います。絆の方は渡辺記者から、はい。今日はですね、まあ、武豊騎手がまたがりまして、まあ、シールドコースで単走だったんですけども、まあ、その前ですね、まあ、ちょっと半路キャンターで上がって、まあ、その後の CW で登場したんですけれども、まあ、本当にこちらの方ですね、最後、まあ、ゴール前仕掛けられて、まあ、ラスト1波の11秒8と、まあ、素晴らしい伸びを見せていましたね。まあ、ジョッキーの方も、まあ、かなり感触をつかんでいましたし、まあ、ドバイに東京ヘイローで行かれる前にですね、まあ、2週前追い切りもうこちらで乗ったんですけども、まあ、その時以上だったと、まあ、本当好感触を口にしていました。で、実際にですね、まあ、この、まあ、日本でね、走るのは去年ダービー勝った時以来になるんですけれども、まあ、本当に2月19日に帰球してからね、順調に乗り込まれていますし、まあ、その体調がね、ちょっと合わなくて有馬記念をパスしたというようなね、もうそういった影響ももう感じられませんので、まあ、本当にここは楽しみなレースになるんじゃないかというふうに思います。で、もう一頭ですね、まあ、同世代でですね、まあ、G1 3勝の、まあ、名勝マンボウなんですけれども、こちらの方はですね、まあ、今日半路で、まあ、今度はね、弟の武幸四郎騎手がまたがって、まあ、こちらの方も、まあ、本当に単走だったんですけども、まあ、気配がかなりね、いい感じで動いていましたし、まあ、こちらの方も本当順調に乗り込まれていて、まあ、ボバ相手になりますけどもね、まあ、かなりこういい勝負になるんじゃないかというふうに思います。他に何か目立ったそうですね、実績的には湘南マイキー、まあ、一昨年のこのレースの勝ち馬で、昨年もオルフェーブルの2着ということで、まあ、期待したいんですけども、まあ、今日ね、シーウッドコースの方で、まあ、時計はラスト1波論11秒9と、まあ、出てはいるんですけども、本来のね、迫力というか、まあ、シャープさにはちょっと欠けるかなという印象で、まあ、ここ、まあ、だいぶね、復調まだ途上かなというような印象を受けます。やはり、追い切りではこの有力馬3頭がいいかなというふうに思います。以上です。